ジュラシックギザーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。大好評の全国セミナーツアーですね、第3弾が決まりました。今回は福島県に、お邪魔します。7月の24日土曜日、12時30分から15時30分まで、今回は3時間の、みっちりのセミナーになります。限定20名様になりますね。また今回はですね、セミナー終了後に4名様限定で懇親会を行いたいと思いますので、そちらもですね、早い者順ですのでぜひご予約ください。詳細は動画の概要欄にありますのでぜひご覧ください。皆様のご参加お待ちしています。よろしくお願いします。木澤選手はトレーニング歴30年を誇るんですが、その30年のトレーニング、続けてきたトレーニングっていうのはやっぱ効率重視だったですか？効率、まあ効率よくやりたいなとは思ってますけどね、常に。まあコメントで結構ね、こうトレーニング理論になった時に、まあ僕らなんか結構ボリュームもしっかりやるしっていうところで、もっと効率よく皆さんはね、特に大会出るわけじゃない方なんかね、できるだけ短時間で、やりたい。まあ、効率よくって感じですかね、無駄なくやりたいっていう、これはもう僕は大賛成です、僕らが別に効率を全く無視してトレーニングしてるわけじゃないので、ただね、効率よくっていうのと楽してっていうのは全く違うんですよね、なんでそこの辺をねちょっと履き違うちゃうと、それ効率よくじゃなくて楽したいだけでしょっていうトレーニングになっちゃうんで、まあ、やっぱりね、こう楽して筋肉をつける方法をひたすら探すっていうのはね、僕はあまり賛成じゃないですね、もちろん楽してつけばいいんですけど、一応さ、トレーニング歴30年やってますけど、いまだに一つも見つかりません、そんなトレーニングは。はい、これはもう自信を持っていますね。なのでやっぱり効率よくやっていくのは大事だと思いますね。それはやっぱり、無駄にたくさんやる必要もなく、怪我をしないとかね、そういうところにもつながってきますので、効率よくっていうのは、これは僕らももちろん求めますし、僕らが多分一番効率よくやってると思ってます、自分たちでもね。ただ効率よくやった上で、じゃあ、僕なんかは特にその上でよりボリュームもやるっていうような感じでやってますね、なんで皆さんがあんまり僕らなんか、特に僕なんかはその辺考えてないじゃないかと思うかもしれないですけど、それはもう全然違って、1セットの中ではやっぱりもう最高にその1セットで筋肉に刺激がいくような、これってやっぱ効率よくなんですね、無駄なく、っていうところはもうもちろんもうとっくの昔に求めてやってますね、はい。なのでもう効率よくと楽にっていうのは全く別物だよっていうのをね、ぜひこう理解してもらいたいな、今一度こう自分に問いただして、とにかく楽しようと思ってないかな、ね、本当に効率よくトレーニングしようと思ってますかっていうところはね、一回問いただしてみるといいかなと思いますね、やっぱり楽に筋肉つく方法というのはないです。でも今この情報型の世の中で、やっぱり皆さんそのどうしてもまあ効率いいものを探そうっていうその根底がやっぱりどうしてもやっぱ楽したい、っていう部分はなんかまあ少なからずあるのかもしれないですけど、なかなかその楽してやっぱりつけ、誰も苦労しないわけですよね。例えば効率いいですよこのトレーニングだったら、そのトレーニングがどぎついトレーニングだとするじゃないですか、それ皆さんやらないですよね、多分絶対流行んないですよね、やってる人多分ほとんどいないと思います。でも僕だったらやりますよ、効率よくけどどぎついよ、あ、いいじゃないのって思いますもんね。だからその辺がやっぱりちょっとこう楽を求めるのと効率よくを求めるのっていうのはやっぱり違いますよね。だ本当に効率よくを求めてるんだったらハードでもやっぱ受け入れないとダメだし、それが効率がいいならね、ただ効率がいいっていうのはね、一言でじゃあ どこを求めて効率がいいのっていうところありますよね。まあ思い当たるところで言えばやっぱり短い時間で済むっていうのと、まあ要はボリュームか少ないっていうのはやっぱ効率いいなっていうふうに思いますよね、まああとは例えば無駄に重いものを持たなくても、しっかり筋肉に刺激が入る、まあこれもやっぱ効率がいいですよね、
まあ、これは、まあ、やっぱりトレーニングが上手になれば当たり前のようにできてきますからね。常に負荷をこう抜かないように抜かないように重さを乗っけるのは筋肉に仕事させるっていうところになってくるので、ですね。うん、まあ、効率いいっていう言葉自体がちょっとこう漠然としてるので難しいところありますけどね。とにかく、楽ではないよってことですね。効率いいからっていうのはね、必ずしも。基本的には筋肉が大きくなるメカニズム自体が結局負荷がかかって、要するに昨日の自分ではこの負荷には耐えられませんってならない限りは筋肉って大きくなろうとしないという、うん、そうですね。 もしくは逆のことを言うと、今日やってたトレーニングを明日やりません、明後日やりませんってなると体としては必要ないですもんね。ですよね、はい、落ちてますね、筋肉が落ちる、で落ちないためには負荷を与え続ける、そうですね、プラスその負荷は、少しずつでもきつくなっていかないと筋肉自体は肥大していかない。そうですね、まあ、それは多分そんなに難しいことじゃないと思うんですね。だから今の筋肉を維持したければ今できることをずっとやってればいいわけであってね。だから今よりつけたいんであれば今よりも1回多くやろうとかね、ちょっと重くしようっていうところがまあ一番基本的なところになってくる。そこ あの難しいのはなんとか楽してつかないかなっていうのを皆さんどうしてもやっぱ模索したがるっていうか、まあ、そうですね、はい、それはもうあの皆さんそうだと思います。それは楽につけたいですけどね。ただやっぱり楽してつく方法っていうのはまあ一応僕は未だに自分の中では見つけれないですね。まあ、木澤さんのトレーニングを見させていただくと、まあ、行とかに近いようなこうなんて言うんだろう、まあそれこそそれ自体をすることによって体だけでなく精神も含めて、鍛えるというところにつながるといいますか、そういうものですよね。まあそうですね、まあただ精神力をつけたくてやってるわけじゃないですけど、まあさすがに勝手についてきますよね。ハードなことをやっていく積み重ねの中でそういういろんなメンタルの部分っていうのはね、継続させることだとか1セットの中で追い込むメンタルだとか、その辺っていうのはバランスよく必ず一緒になってついてきますんでね。体力もそうですね、筋力とか見た目の筋量以外にもそういう強くな、一緒になって強くなっていくからこそ、まあ、ハードルトレーニングできる体になってくるってことですね。これ木澤さんの中で今はまあほぼ職業に近い状態にこうなってますけど、それまでの28年間、まあ25年間でもいいですけど趣味だったわけじゃないですか、うん、なんでその業を続けてこられたんですか。趣味、そうですね、趣味っちゃ趣味ですけど、まあ、競技やってるんで、まあ、まあ競技も趣味も競技っていうのも趣味って言えば趣味ですけど、なんすかね、もう体作りをしていくっていうことがまあとにかく自分にとってはこう、うん、なんか自分自身をこう育てていくというか、あの磨いていくっていうことにつながってるのかな。まあそれが本当に気持ちいいですね。気持ちよさがあるし、あの満足感があるし、辛いものがあった分、まあこれ前言いましたよね、辛いものがあった分よりこうなんすか、その反動で楽しくなったりだとかね、幸せな気分になるっていう、まあ、そういうちょっとこう中毒性なとこありますよね。まあというわけでこうね、あの効率よくと言いつつ、楽を探し求めるとね、あのなかなかいいものが見つかりませんよっていうアドバイスです。ありがとうございます。